サーフライダーファウンデーションジャパン SFJ は日本の海岸環境の保護を目的とした環境保護活動を行っている国際環境 NGO 市民組織であるスローガン企業の環境対策、行政の取り組み、そして私たち市民一人一人の環境意識が美しい海岸環境を守ることにつながるそろそろ本気で考えよう海を守るために SFJ は2015年の組織改革以降、反対運動を一切行っていない。市民と行政の共同と企業の CSR 活動を中心に対立より対話を重視して、欧米とは違う新しい環境保護活動の確立を目指している。日本の海岸環境の保護2015年9月に、旧理事会隕石総辞職が決定。湘南支部代表だった中川厚氏が、 新たに代表理事に就任して大規模な組織改革が行われた。拠点を湘南に移して組織再生へ向けて有識者、学識経験者、芸術家、地方議員を招き SFJ 運営諮問委員会を設置、生まれ変わった新体制の元公益法人化を目指す。組織改革と同時期に新代表理事、中川厚からの要請で SFJ 運営諮問委員会の一人である佐賀和樹藤沢市議会議員が市議会で湘南辻堂浄化センターの老朽化を指摘し汚水放流による海の汚れの改善を提起した。2017年度末藤沢市は下水処理施設の改善計画を発表した。内容は2023年までの5か年計画で総予算70億円をかけて 環境基準達成率100%を目標に対策事業を行う。2018年3月にカリフォルニア州サンタクルーズで開催されたグローバルウェーブコンファレンス2018に参加した。同時に開催されたサーフライダーファウンデーション国際会議で新体制の活動実績として市民からの提起で行政予算70億円規模のサーフポイントの 水質改善計画が実施されることを発表した。この発表により、欧米各国から新体制に対する高い評価を得た。ありがとうございます。